今回は、えスリーシングルのストラトをつないでおりますけれども、ストラトから出てって、えー、シールドがまずね、このスイッチャーのインプット、ここがインプットになってます。このボスの ES8 っていうスイッチャーですけれども、インプット入って、えー、1、2、3、4、5、6、7ループですね。ここにあるエフェクターを言って帰ってやって、7ループを経た後ですね、スイッチャーからまず出ていきますね。で、スイッチャーから出てってですね、 アンプのインプットに入ります。で、アンプの方で歪みを作って、えー、その後ですね、アンプのセンド、リターンですね。あの、写真、こんな感じになってますけれども。センドから出てって、エフェクターボードに帰ってきて、で、空間系おりますね、ディレイとかね。うん、で、の、のちにもう一回、えー、出ていきまして、ここがインアウトになってるんだけど、センドリターン用の。で、アンプのリターンに帰っていくと。で、 えー、キャビネットから音が出るという。まあ、信号の流れはね、こんな感じになってますね。こういうあの、アンプのセンドリターンを使って、えー、構築するの。フォーケーブルメソッドなんていうので、覚えておくといいと思います。まあ、ペダルトレインっていうね、スノコみたいなボードを使ってるんですけども、裏側にパワーサプライを配置してると。なので、表面には見えてないですよね。裏側に2機ね、えー、セッティングしてますね。で、あとはね、ワウをループに入れちゃったってことかな。あれと僕ね、ちょっと踏み間違えることが多かったりするんで。 まあ、こいつは常にオンにしておいて、スイッチャーの方のループで、ワ、え、ウ、ー wow、をオンオフさせるっていう感じで、えー、セッティングしてます、えー。ジャンクションボックスをここに、えー、配置しておりますね、えー。これはスイッチャーから最初に出てってアンプのインプットに入るケーブル。で、これはアンプのセンドリターンが戻ってくる、えー、ケーブル。で、これはアンプのチャンネルセレクト用のね、えー、ステールのケーブル1本。こんなのさってますね。あとね、チャームポイントはこれですかね。あのー、なんかエフェクター増設したくなった時用に、えー、タコハシをここに 持ってきてきるよとまあちょっと増やしたくなったらここからつなげるようにしてます。